はい、レオンです。今回はね、HK10 ウルトラ3 Wi-Fi に、この久しぶりに、この JBL フリップ5 Bluetooth ペアリングやっていきたいと思います。ちょっと音楽、これをね、ここで電源をまず。で、これを今度。Bluetooth 長押しですね。あれ？なんで今消えたんだ？あれ？あ、これ一回押せばいいんだ。OK、OK。JBL フリップ5って出ましたね。これオッケーオッケー。あれ、これではトゥルルンってなったんだけど、オッケーですね。ちょっと音小さくしてほぐしね、まず。一回ちょっとオッケーですね。
これ申し遅れたんだけど、これカバー、これ今とりあえずフィルム貼ってないから、これ全面保護カバーですね、 DPU の。今これやってるんでね。はい、以上ということで、今回ね HK10 Ultra 3 Wi-Fi にこの久しぶりにこの JBL フリップ5 Bluetooth スピーカーの Bluetooth ペアリングに NCS 著作権フリーのねアラン・ウォーカーフェードのサウンドテストねやってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。次あの BOSE サウンドリンクミニ2の Bluetooth ペアリングやるんでね、はい、失礼します。